漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあそれではロマサガ RS、やってまいりましょう。というわけで、本日やってまいりますのは、こちら、本日から追加されましたメイン新章11話の、周回天国のご紹介でございます。そういえば、本日から連達が追加されたフレームウィッププラスですが、今回新章のノーマルクリアで、手に入るバートくんが、しっかりと持っておりましたね。低コスト全体技も追加されて、技マシンとして使えるかなと思いましたが、現状バートくんは低コスト全体を連発する使い方をしないと思うので、技マシンとしては微妙な感じですな。まあアクドロもフレームウィッププラスも何かの機会で使うことはあると思いますので、また暇な時にでも育てておこうと思います。それでは、今回追加されたメイン新章11話の、周回天国を、早速ご紹介させていただきたいと思います。今回紹介いたしますのは、全部で4クエスト。まずは皆様大好き気絶周回が、可能なクエストからご紹介。ベリハ 11-1 の2、望みのために、2でございます。こちらの育成上限は、HP が1520目安。ベース126でございます。現在開催中のイベントと、育成上限が同じでございますな。こちらのクエストは出現する敵すべてが、気絶耐性霊ですので、パワベルトの王者の剣3連発で、サクサク周回できるクエストですな。というわけで、早速このメンバーで周回していきたいと、思います。パワベルトのステータスと装備は、こんな感じでございます。素早さデバフ要因でグウェインを編成。他の3体は育成枠でございます。ところどころ赤株さんが張り切ってますが、そこら辺は気にしないでくださいまし。何十回とこのメンバーで気絶周回しておりますが、今のところこのメンバーで打ち漏らしなしで周回できてます。もし打ち漏らすことがあるようでしたら、知力バフか精神デバフを編成すればもう満体といった感じですな。という感じで王者の剣3連発で、サクサク周回可能です。26日の4時まで魔獣討伐チケットもドロップしますので、明日の4時まではここを周回するのも、良さそうです。続きまして、完全に気絶だけで周回できるわけではないですが、ほぼ気絶周回ができるクエストの、ご紹介。ベリハ 11-2-4、等、上層でございます。こちらの育成上限は、HP 1540の、ベース128。今回追加のクエストでの、育成上限マイナス1までの、育成が可能です。こちらのクエストは、ヘルビースト以外は気絶耐性霊。ヘルビーストさえなんとかできれば、サクサク気絶周回可能です。というわけで、こちらのクエストの周回編成がこちら。はい、こんな感じの編成でございます。陣形はアニマストリーム。配置はこんな感じです。精神デバフ用にボルカノを編成。ボルカノのところは知力バフの、サガステグ受けとかでも OK です。ラウンド2のヘルビーストをなんとかするために、上編成しています。前の2人は置物ですので、育成したいキャラを編成してください。さっきと同じですが、一応パワーベルトはこんな感じ。そして一番後ろに上、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド1でいらんことしないように、装備で重くしております。ラウンド2でフランベソルベを、ぶっ破するのが仕事ですな。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド2でフランベソルベを使う分、11-1-2の高速周回より一手多くなりますが、育成上限がプラス2ですので、高速周回するなら今回ここがおすすめですかね。置物枠の2枠編成することができますので、育成も大変はかどるのではないかと思います。という感じで、
11-2-4は4手で、周回可能でございます。パワーベルト持ちの方なら今回は、ここが一番の周回天国ですな。続きましてご紹介しますのはこちら。ベリハ 11-2-2、等、中層位置でございます。育成上限は先ほどの 11-2-4 と変わらず、こちらに出現する敵は基本的に、霊と雷が弱点、アンデッドが突熱用弱点でございます。先ほどご紹介した 11-2-4 に比べて、手数は多く、周回スピードは少し遅めですが、ここは落ち物3枠で周回できる周回パラダイスでございます。それではこのクエスト周回編成を、ご紹介いたします。はい、こんな感じでございます。陣形はカラフルレンジャーズ、配置はこんな感じです。ドーラとバート君以外は置物です。素早さ枠にドーラ、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド1で雷爆の鉄槌、ラウンド3で焼き払うを使います。知力枠にバート君、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド2と3でドライスロットからの、追撃を使っていきます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1は、雷爆の鉄槌でワンパンマン。ラウンド2はドライスロットからの、ノクターナルチェイス。ラウンド3はバート君からの、ドーラで終了です。という感じで、追撃を含めて6手で周回可能です。11-2-4よりは多少周回に、時間がかかってしまいますが、育成枠をたくさん取りたいならここの周回が、おすすめでございますな。そして最後は今回の育成上限最大となる11-2-5。こちらは HP1550 目安の、ベース129でございます。出現する敵は、全員ダメス量が弱点の敵ばかり。ラウンド1と2は単体、ラウンド3はスカルゴイル6体となってます。ラウンド1と2を単体効果力、技で突破。ラウンド3は全体攻撃ぶっぱで、終了といった感じで、周回可能です。新スタイルのエミリアやヒューズがいると、周回しやすいみたいです。が、私は持っていないので、こんな感じの編成で周回しております。陣形はインバースシグモイド、配置はこんな感じです。前二人は弱点がつける単体効果力、わざとラウンド3で使える全体攻撃持ち、後ろ三人はラウンド3で使える全体攻撃持ちを編成できれば OK です。一番にハロウィンアザミ、ステータスと装備はこんな感じです。継承なし、ラウンド1か2でドッキリパンプキン、ラウンド3で全体攻撃を、打つのがお仕事です。2番にボストン、ステータスと装備はこんな感じです。シザーズランページを継承、竜神劣化剣の BP を16にしております。ラウンド1か2でシザーズランページ、ラウンド3で錬気剣を打つのがお仕事です。3番にアポロン、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド3でバーストノブアを打つのがお仕事です。4番にサガステワグナス、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド3で胡蝶不炎を打つのがお仕事です。5番にメカ、ステータスと装備はこんな感じです。ラウンド3でレオパルド2を使うのがお仕事です。レジェンドトレジャーの BP を11、レオパルド2を12にしてます。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。ラウンド1と2はアザミとボストンで、突破。ラウンド3は全員で全体攻撃を、して終了です。敵がファストを持っている上に、K
結構素早いので、あまり早く周回できるクエストではございません。なので、スピード重視するのであれば、11の2の2か11の2の4がいいと思います。特に26日4時までは魔獣討伐チケットが落ちるので、高速周回できるクエストを周回した方がいいでしょう。以上、メイン新章11話の周回天国のご紹介でした。今回は周回しやすいクエストも多くていい感じですな。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。